はあ、クロックがいる、クロックが守ってんのかな、普通。でも話しかけなくていいんじゃない。ふにゃふにゃまくやるか、やろってのか、おめえ。この調子で突っ走りましょう。その質量がそのスピードでさ、ひっくり返ったらさ、ここなくなるぞ、マジ。吹っ飛ばされるでしょ絶対。ディノス、なんか変わったモンスターが多いな、ここは。アッシュフォークス、そこにさ鉱脈があるんだけどさ、上？いや、あるよね、あそこにね。あれ、どうやって行くんだ、あそこ。あ、ん？そこに道があるか、もしかして。広いね。広いね。酔っちゃう。ただこれもうストーリー始まっちゃうんじゃない、こっちだよね、これ。おそらくここ行ったらあそこの鉱脈多分取れる。奈落の水すまし、うん、BGM がすごい安らぎ。ちょっと酔ってきた。ちょっと俺のカメラ操作が下手すぎてね、自分で酔うっていう。エーテル交渉ありましたね、ここにね。なんかエーテル交渉突き出てるね、すごいね。あ、やばい、やばい、落ちちゃう、落ちちゃう。綺麗な雷の結晶。落ちちゃった、いいや。あった。で、あそこになんかあるんだよね、あの、青いのが。よいしょ、アイテムを拾っていきましょうか。クエストで使えるし、っていうかクエストやったらなんかやべえモンスターにいっぱい出会うっていうね、面白いね。さ、クモ3匹は本当に忘れられない。あの、いや、あのね、ダクシャ神殿のクモで一番驚いて、その後に3匹出てくるっていう。そこまでやって何なのマジで、俺の心をもてあそぶんのねみたいな。さ、すごい怖かったマジで。この世の生物の中で3番目ぐらいに嫌いだわ、クモ。さあ、着いたのではないでしょうか。ムービーか。あ、倒れてる。メリルちゃん。おい、君、大丈夫か？衛星兵がやっぱり一番早く駆けつけるっていう。この子は。あったよね、過去編に。過去編じゃない、未来史。シルク、どうした？またビジョンか？いや、まだよくわからない。それよりもこの子。そうか、どこか休めそうな場所は。あの巨木の下なんかはどうだ。あそこならば入り口だけ警戒していれば済む。よし、やっぱりその運ぼう。経験が違うな、そういうこの位置なら守りきれるみたいな。傷の具合は大したことないけれど、この子かなり衰弱しているわ。うまいもん食わせてやんねえとな。原因はわかるかい？エーテル欠乏症に似ている。他の生き物ほどではないにしろ、酸素欠乏症的な。私たちホムスも少なからずエーテルの影響を受けているのは知っているわよね。急激に周囲のエーテル量が減少すると体調に異変が生じるの。症状が軽ければ単なる疲れで済むけれど、重ければ治す方法は。水系のエーテル結晶があれば私の使うカートリッジに装填して。俺もうエーテル結晶で言えば、この子に向けてぶっ放すのかよ。お任せですよ。バカ、いつものように上に向けて散布するだけよ。この子に向かってぶっ放すのか。問題は水のエーテル結晶だけど。そういうとこあるんだね。普通のじゃダメ、純度が高ければ高いほどいいわ。この辺り水が豊富みたいだから。多分どっか取りに行かなきゃダメなんだね。特殊なやつなんだ。 ただの水辺よりは高純度な結晶を見つけやすいんじゃないか。あれでしょ、ナイアガラの滝の場所でしょ。可能性は高いわね。分かった、急いで行ってくるよ。シュルク一人でか？なんなら俺も。大丈夫、
ラインたちはまあ防御が俺一人か。ミミズも組んでくるよ。水筒、そろそろ空だろ。一人でなんかボスとかに行くね。倒せないぞ。じゃあ頼むわ。いいね。あ、もうムービーで取りに行くんだそのまま。そんなことはないと。行きましょうか。水のエーテル結晶を入手する。マクナ原生林で水のエーテル結晶を見つけ出そう。ちょっとじゃあマップ見てみましょうか。多分マップにねクエストのその場所が書いてあると思うから。あ、オッケー。休息の岸辺に行きましょう。ここら辺あった。すげえあったわ。はい、そんな一瞬で取りに行っていいもんなのか。あ、君は誰。こんにちは。あ、え、あれじゃん、モナドの精霊くんじゃん。こんにちは。違う。モナドの精霊くんじゃねえよ。珍しいね、こんなところに君みたいなホムスがいるなんて。あれでしょ、あの力が欲しいかって言って簡単さとか言ってた人でしょ、この人。それはこっちのセリフだって顔だね。なら自己紹介でもしようか。僕の名前はアルビース。アルビース。アルビース。僕はシュルクだろ。え、だっていつも一緒に戦ってきたんじゃない。なぜ僕の名を。モナドを振るいコロニナインを襲撃した鬼神兵を撃退した英雄。ホムスで知らない者はいないさ。あくまでもホムスのふりをするのね。君とはどこかで。めっちゃ聞いてたよ、あのジュジュ助けようとした時とかもさ、あの疾風使った時とかに言ってたじゃん。めっちゃモナドは規定状態でも特定波長のエーテル波を発している。それに惹かれたな。やっぱりモナドって敵引き寄せるよね。多分ね。え、ちょ、1対1はきつい。なんだこいつら。何こいつら。アルビス、君は逃げて。ここは僕が引き受ける。アルティメットドラゴンじゃね、もしかしてさっきの。ちょ、無理無理、ヘイト取ってもらわなかったらシュルクの技じゃ倒せなくない。左からの攻撃なら右に。おお、未来めっちゃ操るんですけど。なんだこいつは。な、くそ。今度は上からか。下からでした。なんだその、なんだこいつ。モナドが通用しねえ。やっぱりそんなバカな。巨神の力なんじゃないの。あれは僕の動きが読まれている。こいつらはテレシア。テレシア、霊長テレシアみたいに言ってたね。こいつらは人の思考を読む。君がいくら先を見て行動を決定しても、それを読まれてしまっては全ては無駄になる。その先を行くというわけか。まあそうだね、こっちも未来見えて考えて行動しなきゃいけないからね。打つ手は一つ、こいつらの動きを封じ知覚手段を断つ。ダメだアルビース、それを使っちゃう。およ、あれなんか色が違う。なんて書いてあった。デバフ効果かな、もしかして。強っ。最強じゃん、アルビース最強じゃん。すごい。何をぼーっとしているシルク。これは君が使うべきものだ。今のモナドの光は君にもできるさ。さ、ほら、この声き言ってたよね。なんか君にもできるさみたいな。前も聞いた気がする。僕にもこんな感じ。できる。モナドの光。これは何なの。動きを封ずる。
は、はって書いてある。封印の力みたいなのを手に入れたね。はい、あ、アルビース戦ってくれるし、はい、ブレイカー、やっぱり破壊の歯だったよね多分ね今のね。ブレイカー、モナドアーツ、歯でテレシアに対抗しましょう。歯を使うとモンスターのオーラを消去し、一定時間オーラの発動を封印します。テレシアのオーラ思考読みは特に強力ですので、真っ先に歯を使って消去しましょう。え、なにこれさ、あの実際の戦いで思考を読んでくるってことは全部ミスになるとかってことなのかな。攻撃はモナドアーツを使うにはオートアタックでタレントゲージをため、モナドを発動する必要があることを忘れないようにしましょう。はい、ブレイカー、普通の攻撃効くなんですか。これ使えばいいんじゃない。あ、そのままね、モナードアーツ、あ、すげえ、アルビースめっちゃ共闘してる。はオーラ封印して、周りのやつはオーラあるからな、まだ。ほい、とりあえずちょっと試す。モナドバスターとかも撃つぜ。で、これさ、バトルソウルの使い方がやっとわかった。あのモナドだね。これモナド貯めるときに使えってことだね。それちゃんとレベル上げた方がいいよ。あれなんか使い方わかんなくてレベル上げてなかったけど、モナドって結構この攻撃しなきゃたまんないもんね。あ、こいつでもアルティメットドラゴンじゃなくね、こいつら。首一つしかない。おい、は、あ、しかもダメージも食らうし、めっちゃ。おい、ストリームエッジとか使って、ちょっと主力正面から攻撃する技が基本ないんだ。読めた。何？テレシアテール。当たんね。当たんね。それは俺がレベル上げすぎたからだ。ごめん。アルビースに未来伝えたらどうなる。クロスレイ、ロストレイ。高い物理ロストレイにするんだよ。これ多分アルビースはさ、あれだよね、モナドの精霊みたいな感じだよね。それともモナドを作った人とか、巨人側のモナドを作りしもの。ここら辺からも首がオーラバスターになってくる。首が取れないからさ、よいしょ、倒せましたね。アルリースは何なんだろうね。できただろ。できました、うん、ありがとう。ってそんなことよりも君もモナドを使えるだなんて驚きだよ。これは君がモナドなんだと思う。このテレシアは本体じゃない、いわば分身。本体はまだこのマクナ原生林のどこかにいる。なるほど、今もっと強いのがいるってことか。今の襲ってきたやつら、傷、親玉が。そうか、あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷を。これメリル様じゃないの。モナドはこの世界を律する掟に干渉ができる神の剣だ。時に影響を与えちゃうからね。物質、非物質を問わずにね。アルビース、君はなぜモナドにそんなに詳しいんだ。お前がモナドだからじゃない。なんか残月のおっさんみたいな。ブリーチでいう残月のおっさん的ポジションなんじゃない。シュルク、ラインだ。油売ってる暇ないよね。ここだよ。メリル死にかけてんだもん。シュルク、こんなところにいたのか。お前なかなか戻ってこないから心配したぜ。ラインやっぱアーマー強靭すぎない。テレシアっていうモンスターに襲われてさ、でもアルビースのおかげで撃退できたんだ。アルビース、もういなくなってんじゃないこれ。紹介するよ、彼がその
アルビース。あれ？おい、シュルク。うん、いや、さっきまでここにいたんだ。モナドの中にいる精霊なのか、それとも、その塔の上にいる王子様的存在なのか。お前一人だったぜ。まさか昼寝でもしてたんじゃないだろうな。それをモンスターに襲われたとかなんとか言ってごまかそうとしているんだろう。違うよライン、信じてよ。じゃあこれはさすがにラインでも信じられないよ。未来は信じる、未来が見えることは信じれても、アルビースはさすがにちょっと、ね、ってのはお前の昼寝している間にどっか行っちまったとして、肝心のエーテル結晶は。ああ、それだったらここに。オッケー、それさえあれば一安心だ。さあ戻ろうぜ。戻りましょうか。こんなとこにポツンといたら本当にモンスターに襲われちまうからな。ライン。全然信じられてない。アルビース、彼は何者なんだ。とりあえずモナドの新たな力を。でたださ、このブレイクって力をさ、鬼神に対しての力じゃなくて、これ巨人側のモンスターに対しての能力なんだね。これはなんか、え、何、仲間割れするわけなの？テレシアって味方じゃないの？だってテレシアってさ、助けてくれたじゃん、鬼神と戦ってる時に。ビジョンの効かない敵とはさすがマクナ原生林。いろんな生き物がいるもんだな。おまけにモナドの使い手か。ええ、そいつはぜひ会ってみたいな。お前本当に寝てたんじゃないだろうな。ないん。夢、いや、夢に思われても。お前やバンバン以外にモナドの使い手がいるなんて話、にわかには信じられねえよ。準備ができたわ。行くわよ。下がって。引き返らせよ。いわゆる酸素カプセル的なことでしょ、ここの空間は。ほう、こりゃすごいな。お、気がついたみたいだぜ。早っ。さすが、すぐ起きたね。君、ここはもう大丈夫、安心して。可愛いな顔。気安く触るでない。おい、お前。すまない、つい手が出てしまった。驚かせちゃったみたいだね。ついてないな。そなたらが助けてくれたのか。まあ、そういうことになるのかな。そうか、我が名はメリア。先の比例許してもらった。メリルじゃなかった、メリアちゃんだった。ホムスの男に触れられるのに慣れていないのでな。ホムスの男。多分この子はだからホムスじゃないんだ。お前気持ち悪がられてんぜ。なんだよそれ。そなたほどではない。なっ。ラインの扱いもちょっと毎回結構ひどい、ひどいよね。ところでメリア、あなたは一人なの？誰かと一緒だったとか、はぐれたとか。多分この衛兵的な人たちとはぐれちゃったんだ。詮索は遠慮願おう。雪吊りの者たちに話すようなことではないのだ。こりゃまた堂々とした正論だな。でもな、望んで一人になったのでないなら、無理にその状態を貫き通す必要はないんじゃないか。そなたたちこそなぜこんなところにいる。マクナ原生林までホムスが上がってくることは滅多にないはずだが。僕らはここの遥か上、巨神の頭を目指しているんだ。巨神の頭。モナドを覚醒させなきゃいけないからな、俺たちは。と難儀している最中さ。そうか。連れてってくれるんじゃない、メリアちゃんなら。ならば、私も礼節を持って答えよう。お、ここ、借り返してもらうね。マクナから巨神頭部のあるエルト海へ至る道は限られている。へえ、頭がある場所はエルト海っつうのか。この先、しばらくの道道を頼む。案内をしよう。本当に？ありがとう。いいね。僕はシュルク。よろしく、メリア。シュルクか。ずいぶん堅苦しい感じの子だけど、ホムスよね。なんか実は昔モナドと、シュルクがモナドの力を手に入れた時に、直接聞いたら、実はなんか俺ああいう因縁があるとかなんじゃないの？そんなことはない。
なんかありそうだよね、シュルクという名前を我は知っておるぞみたいな、あの少年が今帰ってきたみたいな感じの展開にならないかな。まずはノポン族の村へ行く。ノポン族、僕たちもノポンの村を探していたんだ。そのちょっと巨神の頭に向かう手がかりがあるんじゃないかって、うん、この地に来てから世話になっていてな、行けばエルト海へ上がる手立てがある。分かった、うん、じゃあそのノポン族の村を目指そう。うん、はい、彼らは巨木を住処にしている。ここから道なりに進めば着くはずだ。行きましょうか。じゃあノポン族の村、まあ松明とかも思いっきりパンプキン松明みたいなのあったしね、ここにね。すげえ仲間増えたな。スパイクを持ったモンスターに注意しましょう。スパイクされた時のエフェクト。スパイクを持ったモンスターが登場します。スパイクとは攻撃を受けた相手に自動的にダメージやデバフを与える。へえ、カウンターみたいなこと。スパイクダメージは物理防御力とエーテル防御力を上げても軽減できません。スパイクには3種類あります。デバフを与えてくるスパイク、ダメージやデバフ、転倒してる時に攻撃するとデバフ、ダメージやデバフなんだそれ、セコ。ダメージレンジスパイク、もう別に攻撃とかしなくても近くにいるだけでダメージみたいな。スパイクももう近づくだけでなんかセルに攻撃できないサタンみたいな感じですかねスパイク、なるほどね。ちょっとこれがオーラなのかな、もしかして。あ、なるほどね。なんかスパイクオーラを破壊して近づいて攻撃しましょうみたいな。なんかめっちゃ近づくだけでダメージ食らうやつとかもいるけどみたいなことか。スパイク防御のジェム、カウンタースパイクを持つモンスター転倒させなければさせればスパイクは無効になる。なるほどね。ダウンスパイク、起きてる時のスパイクと寝てる時のスパイクをちょっと 見分けなきゃいけないと。ノポンアーチ、じゃあパーティー見てみましょうか。これメリアさん使えるようになったんだけど、メリアさんってどういうあれなんだろう、どういう戦いをするんだろう。クレストキャップ、護身杖、なんか杖いっぱい持ってきたけど、え、これ違う、カムカムって違うの、メリアさんメリアさんカムカムって違うんですかこれ。全然装備できない何も装備できない。大丈夫よお前、やられるぞそんなことしてたら。防御めっちゃ低いし、エーテル防御異様に高いな。外せないし、外せない、何でもないです、はい、いや、なんでそういう肝心なとこは外せるのなんでそういう肝心なところは外せるんだろう。ダメでしょ外しちゃいや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 、それは頭と同じで外せないを貫いてくれよ、うん、そんなことされたらちょっと俺もびっくりしますね。あ、ちょ、俺絶対ここカットしてるわ、俺絶対カットして、これは悪ノリがすぎるマジで、うん、よかった。いや、よくねえわよくはね、ちょっと今本音が出ていくよ。まず体を見るって本当に気持ち悪い、本当に気持ち悪いと思う、そういうのやめた方がいいよ本当に。いや、ちょっと一回だけ使ってみたいな。今絶対カットしてると思う、俺だったら絶対にカットしてるねこんなとこ人に見せられない俺は。何があったかちょっとよくわかんないな。はい、まあ、じゃあそれやっていきますか。メリアちゃんですねカムカムってメリアちゃん用の装備じゃないんだ。なんか変なのがいる。カロル・ディノス戦ってみる。ちょっととりあえず衝撃与えて、でもこれさ、ヘイト取るの俺しかいないけど、メリアちゃんって何なんだろう、バフ要因なのかな。これバフ要因っぽくね、メリアちゃん。正直シュルクもさ、シュルク自体も
その取ってくれるやつがいないとさ、ヘイト取れるやつがいないと活躍できないからな、シュルクも。でもカルナ衛星兵抜くのはちょっときついよね。カルナ衛星兵マジ最強だからね。カルナ衛星ほんと最強なんだけど、ちょこうするか。じゃあメリアちゃんって何をするんだろう。何をする人なのこの人は。人じゃないって言ってたしね、さっきホムスじゃないよ私はみたいな言ってたしさ。サモンボルト、サモン、あ、でも攻撃系なのか、もしかして。エレメント敵に発射、射出、めっちゃポイントあるし。サモンフレア、炎を召喚して筋力を上げる、敵に放てば攻撃、スピアブレイク、シャドウステッチ、なんかいっぱいありますね。自分の HP を犠牲にして、回復。あ、でも回復上げた方がいいんじゃない。とりあえず回復。カルナさんを抜くってことはつまりそういうことだからね。回復他に、させないといけないから。で、ちょ、この回復系はとりあえず必要だな。どうなんだろうね、カルナさんと同じポジションなのかな。防御耐性を下げる、睡眠、サモン、大ダメージか。これなんか攻撃系も上げた方がいいのかな。ほい、サモンボルトで、ちょっとそろそろレベル4以降欲しいよね。サモンフレア、まあちょっとダメージ系も上げとくか。シャドウステッチ、敵の移動制限、スローか、バインド、移動は別でも別にあんま関係ないかな。スリープマインド、なんかいっぱい技あるな。ほい、上げとくか。これで意外にサクッと上がったね。ほい、どうしよう。で、歯上げようぜ。これブレイカー重要でしょ。あ、何気にダメージも増えるんだね、これ2000、とんでもねえな。で、効果時間も長くなると。歯も上げといて、OK、もうモナドは全て大丈夫。で、これだよ、これ、バトルソウル。これ欲しいね、いっぱいね。31%、タレント、ゲージ増加量が増えるから、これで、そう、モナドアーツ連発するにはバトルソウル必要だね。まあ、こんなもんかな。全部レベル4だし、ちょっとあとはスキルポイントちょっと貯めてだな。マットタウンと、これは普通の攻撃か。まあちょっとヒートバレットも上げといて。そうだね、アーツがさ、これ以降解放されるの待ってって感じかな。つまり、じゃあ行きましょうか。このぐらいにしよっか。じゃあ今回はさすがにね、もう時間がやばいから終わりましょうか、ここで。さあ、じゃあそれでは次パートでお会いしましょう。ちょっと区切りがあんまり良くないかもしれないけど。はい、じゃあお疲れ様でした。仲間めっちゃ増えたけどさ、これ全員をうまく使っていくのはなかなか大変だと思うんだけどね。とりあえず仲良くなるためにさ、まずは普段使ってない人たちを使っていかなきゃいけないけど。お疲れ様でした。4時間半収録したんだけど300ギガぐらい。ごめん、嘘、300は嘘かな。はい、お疲れ様でした。それでは次パートでお会いしましょう。バイバイ。